アリケンクラスに一人はいそうなデブチャンネル。どうもアリケンです。今日は、食品レビュー動画ということで、レビュー動画撮っていきたいと思いますけど、まあとりあえず声真似を一つ。待たせたな、ドミノさんってことで今日はハンバーガーを食べていくぞ。なんかもうレビュー動画とか撮ったことないからどういう風にやればいいのかわかんないけど、まあでもとりあえず美味しいもの食べてれば大丈夫かなってことで、ちょっとね、新商品で、モスですかね、モスで新しい商品が出たんですよ、2つね。めちゃくちゃ美味しそうな、メンチカツバーガーと、もう1つ、エビ天が2つも入ったね。マックじゃねえ、モスがね、来たんでね、それを今日は買ってきてね、食べていきたいと思います。じゃあまずはジャンボメンチの方からね、食べていきたいと思います。もうただ食べる動画を撮るっていうのはね、本当に初めてですのでね、ほんと緊張でね、なんか面白いことを言ったりしないといけないのかなと思うんですけどね、まあそこら辺考えずに食べていきたいなと思ってる所存でございます。はい、どうもどうも、はい、どうもデブがハンバーガー食べるだけですよ。ほんとに。それではジャンボメンチカツ、さあお披露目でございます。てててて右からよしこがパパパパパパン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 ってことで、こんな感じですね、ジャンボメンチカツ。さあ中身はこんな感じとね、パティをこう開けたりしてね、やるのはちょっとめんどくさいんで、まあ見た目こんな感じだよって感じで、はい、皆さんこれでいいでしょうか。いいですね、これで。高画質だからめちゃくちゃ美味しそうですね。今ご飯我慢してたりダイエットしてるみんな、今からめちゃくちゃ揚げ物が挟まった炭水化物食べる。おー。それじゃあこれ食べていきましょうか。それじゃあいただきます。美味しいですね。はい。なんで美味しいだけしか言わねえのか、このデブって言ったい人任せてください。美味しいしか言えません。まあそうですね、なんかすごいびっくりするような、んなんだこれなーっていう感じではなくて、普通にまあメンチカツバーガーという感じですかね。はい、まあメンチカツめちゃくちゃでかいんでね、これはね高評価ポイントでございますんで、めちゃくちゃ美味しいです。はい、犬がめちゃくちゃ吠えてますね、うるさいですね。まあ、ボリュームは抜群で、めちゃくちゃ美味しいですね、はい。揚げたてサクサクで、僕はめちゃくちゃ好きですね、揚げ物好きなので、はい。さっきからね、めちゃくちゃって言葉を多用してるけどね、この人差し指にね、キャベツがついてるの食べますね。惜しい。中のソースはですね、甘辛いものが入っていますね。何のソースか分かんないけど、まあ美味しいから大丈夫です。腹持ちはめちゃくちゃ良さそうです。ボリューム満点だ、まんちゃんとんちゃん。普通の人ならね、これ1個で多分満足できるくらいのね、量だと思います。めちゃくちゃ美味しいです。僕はね、メンチカツよりね、楽しみにしていた方はね、もう一つのこちらのね、
エビ天七味マヨっていう、もうエビ天も最高だし七味も最高だしマヨネーズも最高っていうね、この3つが掛け合わさったね、この絶対美味しいから100美味しい。もう分かるもん、エビが2匹も入ってんだぜ、最強だろ。でもちょっとねお値段はね結構しましたけどね。なでもこれすごいサクサクで美味しいというね前情報が聞いてるので、ね、じゃあちょっと食べていきたいと思います。なんかニュースでもね新しい食感にこだわったとあーだこだみたいなこと言ってたんで、まあ美味しかったらいいなって感じですね。はい、さあ中を見ていきましょう。ちらー、ほう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 、いやいいですね、これは中身も高得点ですね。今のところこれはうまいべ、これはうまいべ。これ見る、みんな見ちゃう、見せよっか、めっちゃ美味しそうだよこれ、見る、いいよ、はい行きます。はい、中身はこんな感じです。うおー、マヨネーズとエビが2匹とトマトですね。めちゃくちゃ美味しそうだこれ、これ今から俺食べるんだよ。ダイエットしてたりしてるみんなごめんね、僕が先に食べちゃうね。それじゃいただきます。いやこれ顎外れるよ、うん、トリコバーガーを食う時のトリコみたいな口しないといけないよこれ。それじゃいただきたいと思います。エビ2尾いただきます。このエビめちゃくちゃうまい、めっちゃうまい、これやばい、うん、お口の周りはちょっと汚れちゃうけど、このサクサク具合とエビのボリュームとこのタレとマヨネーズがマッチ、こりゃうめえわ、うん、うん、うまい。みんなこれ食った方がいい、一回は食った方がいい、マジでうまい、ほんとにびっくりするよ君、今見てるそこの君、ほんとにおいしいのかなと思ってるそこの君、マジでうまい、こっち最強、ほんとにこんなデビューが言うんだからほんと絶対信じて一回食ってみてほしい、ほんとにうまい、トマトとも合う、ちゃんとトマト、もうモスのいいところトマトが美味しいだから、うん、うん、え、これ俺大好きだわ、うわもうこの、これ見てここの、ここの狭間見える、見えない、ここの狭間から出てくるマヨネーズの量最高、これうめえ、いや本当にこれ食った方がいい、今びっくりしてる、なんなら明日でも食ってやろうかなって勢い、うん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 、
口の中からなくなって思った。ということでね、皆さん、エビ天とメンチカツバーガー、まあ、どちらも美味しかったんですけど、僕的にはエビ天バーガーを一度食べてみてほしいですね。まあ、そうですね、レビュー動画、まあ、こんな感じで終わっていいのかなと思いますので、じゃあ最後ね、一つ声真似をねやらせていただきたいと思います。はい、それではキテレツ大百科より、とんがりの真似をしたいと思います。いや、もう豚ゴリラ、こんなにエビ天美味しく食べちゃってどうしたの、もう本当に美味しすぎ。ってことで皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。絶対に食べろよ、待てな。